はい、皆さんこんばんは、こんにちはか。ゲームイズシロです。This is ナシカノです。はい、はい、今回ですね、うん、今回セイントセイヤコラボの、はいはい、難しい難関ですと、7回、はいはい、光坂、うん、攻略やっていきましょう、はい、ですね、話す内容が非常に多くて、闇坂でやってたビットの内容とか全て忘れて光坂に臨んでください、うん、で主なキミックがワープ、はいはい、で、まあ、第一ステージ、まあ、倒しちゃったんですけど、説明すると、はい、下側にゾンビが2体いるんですね。そうだね。で、闇属性のゾンビの方が、倒した時に敵全体をドクロマークで攻撃ダウンしてくれる、うん、はい、で光ゾンビの方が倒さないと毎ターン敵全体を回復していく。そうなんで、で、かつドクロを倒した時に自分以外の味方を敵を全部蘇生していきます、うん、なんで不動明王のシステムと一緒なんですね、はい、なんで蘇生最初2体倒して反射員を倒すと、うん、ですね。で反射員がね、はい、長い方の攻撃即死攻撃、はい、シルバー爆発で、まあ、今上にね、はい、見えてるワープドン、ワープドンビットンですね、ビットン、これ倒すと即死あのね、シルバー爆発、ここやばいっすね本当。なんでだからメテオ持ちだったり長いモンスター SS が長いモンスターの時は、うん、ここで1体残してためましょう、うん、絶対第一はね、まあ、まだ抜けやすいっすね、はい、そうっすね、敵の相手がやらしくないんで、うん、こう順番に倒ちゃんと倒せる。でこの右上と左上にいたこのガスマスクさん、この子は攻撃ダウンさえしてれば、うん、ほとんど全然受けないんで、うん、相当受けるとしても、まあ、近いな、もうここで緊急全部ためて、うん、ためるね、ためといい、ね、フレイム受けて、だからここで自分はボス1戦目2戦目のどっちかでガブリエルをちょっと使いたい、うん、1戦目で使ったから、なんでガブリエルがちょっと打てる状況をね、はい、ここで作れる、少し食べておく。ここ全体でね、もうね、ビットンは壊したら死ぬと思った方がいいです。そうですね、もう間違いない壊したら死ぬ方がいいです。はい、闇坂の時はね、ビットンは壊してもいいんですよね。そう関係ない関係ないんですけど、関係ないから、ね、光坂の方はね、壊したら即死、うん、そう、うん、気をつけてください貯めますねここでね、うん、まあでも ね、 これが重要なんで、そう、まだガブかな、ガブ支流ら辺がちょっとボス1で打てると安定、うん、でちょっとパーティーの紹介をしとくと、うん、まあ、今回ミソとなるのが攻略が安定する、まあ、今回も結構ね、まだ全然回れてないんで、ね、初めて勝った時の動画になっちゃってるんで、ちょっと見にくい動画にはなっちゃってるんですけど、うん、ワープ持ち、アンチワープ持ちでメテオが入ると、うん、もう強い尋常じゃなく、確かに、はい、はい、第2、第2いきましょう。だカオルシ押します。カオルシが自分が一番いい、はいはいはい、確かに、まあ、限定にはなっちゃうけどね、うん、限定にはなっちゃいますけど、はい、5号です。ビットン壊したら即死だけど、右上のゾンビと左下のゾンビでゾンビループがあります。不動明王と同じ、ここ多分ね、まあ、はい、一番最初の鬼門ですね、鬼門、ここね、うん、ここ多分ちょっと抜けれない、うちの多分最初の前、うん、モンストファンの人でも結構もうみんなここで詰まって抜けれないっつって、ね、難しいってね、反射員の左下の5ターンあとこれなんですけど、これが即死じゃないですか、うん、でゾンビのヒットポイントがね、どっちも5、60万ぐらいヒットポイントある、高いこれ結構バカなんですよ、これでビットン壊したら即死ですよ、そう、これね、なかなかね、いかついステージになってまして、うん、だからもうここで結構ゆっくりやれる見本は見せれてるんですけど、うん、もう本当にヒットポイントが高いから全然殴りに行っちゃ大丈夫、うん、でなるべく友情とかで攻撃しないようにちょく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 削って、そうですね、で最初ね、まあロイズがねいいって言うと結構積んでたんですけど、す、ね、ロイズだとやっぱね事故が多いんですよね、反射分裂弾の ね、 ねしちゃうんだよね、ビッグ回で結果その、はい、他のね、あとのまあクリアパーティーの報告とか見ると、うん、まあ、ロイズでもちろん積んでるのもあったりするんですけど、うん、アスカとかね、はい、カオルシとか、やっぱね、まあ、あとは今回連れてきてないですけど、セイントセイヤの神か、はいはい、積んでる人多いですね、先頭にね、まあ、今回は、シリュウか、シリュウ積んでますけど、うん、まあ、今ループ使うのも分かると思うんですけど、このまあ高ヒットポイントを同時に倒さなきゃいけないと、そうそうそう、惜しい、そう、ね、そう、これがね、なんかこうね、もう本当ミリのミリ残るパターンがね、腹立つわ、めちゃくちゃきついんですよ本当に。4、50万でね、ここだってほんと鬼門っすよ、マジで。慣れたら多分ボスより難しいと思う。ほんとに難しい、ここが。ここ超えたら練習すればなんとかなるんですけど、ここで練習もクソもないから。ほんとに。配置の入れ板とかもあるし、余裕で。これ、積みっすよね。そうそう。で、言うて、真ん中をね、
もうビットン今半壊れですから、これ、うん、これ事件爆弾なんでね、うん、もう壊れちゃうと終わりだからね、ガブの電撃とかをね行くとね、ちょっと考えて斜めに行った結果倒した。これよくこっから行ったね、うん、あ、そうそうそう、こっからね、もう今ちょっと焦って、うん、真ん中壊れちゃうから急いで倒しに行こうとしてるんですけど、うん、こっから逆にゆっくりモードに切り替えるんですよ、うん、ちょっと真剣にちょっと壊さずに行こうっつって真ん中の。でね、これをやるためにもう一回闇さがやんなきゃいけないんですよだからこんくらいちょっと危ない場面でもギリギリまではちょっとやろうってやったんですよね今回、はい、で第1マップ同様に光ゾンビの方は、回復してきますっていう全体を。なんでね、早く倒さないとね、回復されてね、即死受けて、あ、うまいです。多くなりますね。あ、いいね、シールドがいい時に、うん、で、まあこれもまずはこうね、ちょっとずつ倒して、うん、で、これを痛めつけて、まあ、反射印が即死なんで、それ忘れなければ、はいはいはい、ちょっと被ダメージ的にはそんなにない。うん、うん、確かに。ハートもまあ出るんでね、言うて。そうですね、ここハートなしではない。うん、これハートなしだったら、いいやできてません、まだ僕は。ハートなしだったらもう、最高難易度だね、はい。いや、マジでこれは難しかった。コラボでこんなのぶっ込んでくると思わなかったっすから、ね、そうそう。これは多分ね、はい、まあ、サガで楽上げれるところからして分かる通り、うん、もう周回するクエストじゃないね。そうですね、どう考えても。闇サガ食べさせても一応その楽はそう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 、そちらであげましょう、うん、これ無理です。まあ、何体かね、うん、取りたい人は確かにもうクエストクリアしないといけないですけど、うん、光サガね。そうですね、うん、でももう1体で十分運極目指す人はもうあと闇サガ回った方がもういいっす、はい、で突破できるときにもう攻撃して突破しちゃう。はい、でここで注意する点が、うん、ビットンを一緒に壊して突破すると、まあ、最後だから突破できるからいいやっ て、うん、ビットン壊す なるね、なりがちだね。蘇生するからゼロになってここで蘇生されてゲームオーバーって。そうそう、それ、まあ、不動と一緒なんで、うん、忘れてると。そうそう、気をつけてください。ステージ移行しないから。あのね、2回目のチャレンジの時にね、あ、いけんじゃんっつって倒して蘇生されて、まあ、それ結果そうそう、知らないと。それで死んじゃうから初見殺しじゃ初見殺しなんで、うん、で気をつけてください。そう、で今回ね SS がねその結構ぐだれたんで、うまくこれいいね、はい、まあこれは、うん、この安心感たらないね。はい、26番スピクリ、はい、スピクリでね、今回もスピクリしません、はい、うん、いやもうねクリアを有志した方がいいですね。これも直ドルなんだね。うん、そう。で、はい、ボス戦ビットン即死です。で、反射印の左下の攻撃 と、ボスの12ターン、はい、これも即死、はい、即死パラダイスですね。で、ゾンビを最初に見たいと思ってました、はい。でここ今自分光ゾンビだけ行ったじゃないですか、うん、これ闇ゾンビ倒した時に、うん、ドクロマークが、うん、その闇ゾンビ以外の敵を全蘇生プラス敵全体を攻撃ダウンしてくれるんですよ。そうだね。なんで一番最初に右上とかに配置しておいて、うん、敵の攻撃力を下げとくっていうのもありです、ね、うん、あり。それがそれ以降ずっと続くんで。そうそうそう。さっき倒しといてもいいかも。そう、光サガのね、はい、ダブルクロスが結構痛いんでね、うん、下げといた方がまあいい、うん。だから闇ゾンビ先倒して、その後ゾンビ同時に倒して、うん、まあ、蘇生されちゃうからゾンビ同時に倒して、でも使うと、そう、でボス石使うとちょっとぐだれば、うん、12ターンなんです即死、うん、それまで攻撃ダウンさせてればそんなに受けないんで、うん、使ってもねたまりなす。てかガブが往復してもいけないとかやば。だから往復して顔出しに行って、でも 2段階で倒します今回。贅沢ね。これがねメテオだと一瞬でいけるんですよ。ボスに見ていただければ。はいはいはい。で、自分のパターンはそのゾンビやって、はい、これやって。でも一回ね、もうそうそう、ゾンビループやっちゃえば、うん、ちゃんとアンシャイン倒して、あとはね、上の7ターンの攻撃がゼロになるまでに、そうそう、しっかり壁感してくる、ね。そんなに受けないから、うん、もうそのままハード管理していけばいい、うん。これとかも多分死なないんですよ。取れたの？あ、取れなかったんだ。そう、これで、あ、終わったと思って、はいはいはい、意外とそうやっぱ攻撃ダウンしてるから。確かに。こんなもん、うん、意外と耐えて、うん、まあ、これ耐えてないけど完全に奇跡だけど、まあまあでもね、はいはい、こういうことやから、ね、でガブに当たるとビットンいっちゃうじゃないですか、ね、確かに。だからなるべくこういうのは避けて、そうだね、立ち回らなきゃいけない。そう、ボス戦はねちょっとそう、特にガブを連れてきてる場合は、うん、とかなと、まあロイゼもだけど、ほんと神経使うんですよ。そうそう、で弱点のうまいことやんない。そうそうそう、言い忘れてたけど、だこういう感じでもう弱点を殴るそう、殴っていくしかないです、うん。だからもうメテオでゾンビ2体同時に倒して弱点ガンガンで攻撃して、でまたメテオで倒して、そうボス1から3で繰り返すのがボス、うんうん、逆にこのアナザーディメンションも、うん、もういろんな状態以上になっちゃうんで、
最悪動けない時あるもんね。そうそうそう、高速状態になっちゃう、ね、うん、ターンスキップされちゃうんで、うん、なんかね若干ねそのキャラの後ろ今のシリュウとか、うん、紫色に光ってるんですか、うん、これがあの状態異常に、あ、そうなんだっていうマークです、ね、はいはい、これかかってなかったらその状態異常はかかってない、うん、でまあ、これも一つちょっと言い忘れてましたけど、これね、あの、まあ、サガの、ね、クエストは、うん、後ろにねこう垂直の線があるんでね、縦感横感しやすいです。だからね、あの危ない時はちょっとそれにしっかり沿ってもらってやると、まあ、やりやすい、ね、あ、そうなんですか、そうそうそう本当にそれ、そうそうそう、はい、うん、でちょっと今カウンシスタート、はい、ボスに出ましたね、うん、これがねメテオの強さ、これ見どころね、うん、これがね僕がカオルシを押してる理由、見せ見たい、これどうなる、ちなみにゾンビ両方とも不動明王ループと一緒で、はいはい、ビットも即死、そう言ってサティスファクションは、はいはいはい、気をつけてください。ここでメテオで、あ、うまいうまい、あ、オッケーオッケー、これがねやばい強い、あ、強い、確かに本当に強いで、結局これ火力足りなくても一応確かに攻撃ダウンしてるし、うん、11ターンの間ねそのガブをちょっとこれも安心しかないね、そう この状況を作れる、いいな SS のやつをやっぱ当てた、うん、なんか美写とかでね若干代用できるかなと思って確かに美写とかマリーとか波とかだとまた入れ歯があるから怖いんですよね、うん、ビットン当たったら貫通だと確率上がるね、うん、はい、あ、これは楽だな、うん、こうなるとで、あのガブさえ溜まっちゃえばシリュウの SS ここで使っちゃって、うん、多分シリュウ使ったかな、あ、そうなんだ、シリュウかなんか使います、ただあのなるべくギリギリに倒したいんですよねガブを貯めたいんで、あ、確かに確かに、なんかもういっぱいいっぱいね、はい、上のまあ8がぐだると思います、はい、だから全部の攻撃見れるとこれ参考にしてください攻撃その上の攻撃以外多分全部見るから、まあ、詳しくはね、はい、記事にも全部書いてある、そうですね、こういうパターンが書いてある、うん、まあ、それ見て予習してもらって、そう、でもね、シリュウの SS もね、メテオに負けずとね、あ、で結局どうだった、そう、一直線に飛ばすじゃないですか、うん、あの竜みたいな、うん、それを、今のところだったら左側縦とか映、うん、ったりするとそのゾンビを一緒に処理できる、はいはい、吹っ飛ばしがね意外とダメージ入るんで、確かに多分ゾンビワンパンできるんじゃないかな、うん、まあ試せてもいいんですけど、ここはまあグダグダグダここはもう全然グダって大丈夫、はいはい、あと5ターンあるから、でシリューもここで打つことが決まってるんで、うん、結構弱点外になっても、ね、結構100万とか120万とか出してくるんです、うん、なんでこの辺はもうちょっと適当に、はい、であと即死5ターン、はい、ね、5ターンね、まあ、上の5ですね、はい、あれが0になると、これギリギリまでちょっと耐えてる、まあ、この SS 管理が大事かな、2番目は確かに、はい、やっぱメテオ持ちが強いってのと、うん、SS 管理が、そう、あとなんか中にはね、はい、もうボスを先に SS で倒しちゃって、 そうですね、その後ザコ残してねまたため直すって人もいるみたいです、そうですね、壁ドンがね、うん、結構使いやすい、そうそうそう、ボス最終戦はちょっと無理なんですけど、うん、1、2として、ね、使いやすいんで、飛ばしていって飛ばしていってやつ、見物っす、そう、これ結構ね目の前に来てくれたから、あ、これ変わってるね、ほんとこの SS、 これ自分動かないから、ね、飛ばすんですよ、これがね、めっちゃ出る、あ、まあ言っても6倍だけど出るね、あれ出て、これがね、あの裏側から弱点あったとしても100万ぐらい出るんですよ、そうだ、であと2ターンなんで、はい、ちょっと一応保険でね、うん、ガブはアーブチュアップ持ってないんで、うん、倒しちゃう、はい、次行きましょう、あ、そう、アスカスタートとかですよね、メテオ、あ、なるほどね、確かに一掃できる、あ、そっか、アスカもメテオだ、はい、アスカメテオ、アスカとカオルシがやっぱいいから、はい、でここも同じビットンが即死、うん、でゾンビのシステムも両方一緒で、あの黒ゾンビ、闇のゾンビを倒しておけば、はい、一応その攻撃ダウンができる、うん、ここね攻撃やっぱ強いから、ほらこんな食らうんすよダウンしないと、だからなるべくね、あの闇ゾンビの左上とかに配置してボスさんは入りたいです、ね、ちょっとアスカの SS はたまにワンパイ倒せないことがあるんですよ、うんうん、なんで若干そのゾンビを今削ってる最中です、ね、あ、はい、できないんだ、そうっす、あのなぎなた1回1貫通で行くと、うん、たまに確かねやってる最中になった気がするんですよ、じゃああらかじめもう、うん、あらかじめちょっとヘイズしてから2段に当てて、はいはい、これぐらいだったら大丈夫ってことか、これだったらもう全然ワンパンできちゃいます、うん、ワンパンじゃないかこれでやったら倒せちゃいますで、なるべくゾンビと一緒にザコ倒したザコはその時に蘇生されないんで、うん、まあ、メテオで巻き込むならいろいろ巻き込んどこうと、本当にガキねそれ俺 SS の言ってる言葉しなかったらちょっと悪口に取り上げる取り直しっすよ、はい、あ、でもこれあいつに渡って大丈夫なんだ、大丈夫です、これね、おそう、追撃力が5、60万ぐらいしか出ないから、うん、ビットの大体200万ぐらいかなヒットポイント、あ、それいいね、でもそれ重要だからね、うん、あ、そうなんだ、じゃあそう
大丈夫と。でガブは次 SS じゃないですか、うん、でこれねワープに横で入ったらさすがに横止まると思いません、ね、おお、まあ3分の2だからね、うん、外すとで配置はまあ下からで弱点6倍のガブの SS めっちゃ強いんですよ。確かに。だからもうガブさえあればいいから他の人はもう、うん、もうあれでしょ40回のバベルに対するあれみたいな感じでしょ。本当強いからもうあとガブに任せようって僕はね地理はもう下で。あでももうこれじゃあバブそうかガブでいったんだ。カオル氏の強いところにポイント目。マジでもうね感動するよこれ本当。ガブちょっと上に上げたかったんですよね、うん、なんでちょっと左から入ってってガブ触るようにして上に上げるんですでこれですよ。出るねマジで強いんですよカオル氏。ここカオル氏が本当に強いSS ぐらい出てんじゃん、はい、マジで強い。6倍のプラズマはねちょっとやばいね。でちょっとずらせたんであもういい感じで来てたんですよね。はいはいはい、来ましたと、はい、来ました。これでもや、はい、どんぐらい削るんだろう。終わり削っちゃうんですよ俺一回ここでどんぐらい出たかなんか やったことがあってその前のやつで、うん、でその時350ぐらい出たんでいけるわ。あじゃあもうほぼ持っていけるんだね。そうっす、うん、スクショ撮ったんでちょっと今一瞬止まっちゃったんですけど、はいはいはい、そうこれねガブがいるとやっぱその垂直の位置に合わせて確かに確かにガブ一体でいい、うん、プラスちょっとその雑魚処理の時メテオでボス巻き込んどいてそうだねちょっと削ってって感じ、はい、で直ドロだけなんで今回は運楽なしで攻略させていただきました、うん、またねもうちょっとしっかりした動画ちょっと撮りたいんで撮り直すかもしれないです確率は低いでも多分ねそうこれまあ、うんうんうん、ちょっとやっぱ、まあ、うまくすごいスムーズにね、うん、いくってことがあん、うん、結構、まあ、難しいかな。やっぱ何回もね、うん、ただね今回ね本当申し訳ないんですけどねコラボのキャラが多いんですよ。アスカとかカオルスとか、なるべくねそこをねアンチワープ他のビシャとかね、そうだね、メテオにまあそもそもね、まあ、一枠潰しじゃないけど、うん、そもそも今回のセイントセイヤコラボのキャラを連れていかない戦闘にね、はい、置かないとまあ出ないし それがねちょっとね厄介で自分そのセイントコラボキャラ何も引けなかったからソロじゃできないんだよね。そう今回ナオシカさんの携帯をお借りできたんで、そうそうそう、まあね今回ははい光様でしたが、はいはい、まあ、撮り直したら撮り直します、うん、はい、申し訳ないですけど今日はね、うん、この動画、まあ、限定ばっかりになっちゃってますけど、うん、参考になればと思って。でも立ち回りはね一緒だと思いますね、うん、基本的には、まあ、ね、あのし、はい、このねドクロマークのシステムは変わりならないんでね、はい、そうですね、そうそうそう。でおすすめはやっぱりあのメテオ持ちを2位から3体、うん、で反射3貫通1がいいと思います。ああなるほど、はい、でその反射の1体になるべくガブリエル進化、ね、はいはい、ガブリエル進化の電撃だとあの電撃1本プラスその電撃に触れた味方が2パンぐらいすればゾンビが倒せるんですよ。なるほど。なんでヒットポイント調節がしやすい。なのでガブリエルはやっぱ強い。はいはい。はい、以上です。まあ今日はね、まあ、はい、あの久々に、はい、シリウス攻略ということで、ね、ちょっと真面目にね、シリウス、シリウスだっけ、シリアス、シリアス、シリアス、もうちょっとやりすぎっすよ、もうちょっとやりすぎ、あのシリアス攻略ということでね、はい、そうそう、ちょっと真面目に、はいはい、真面目な攻略、うん、ちょっと難しすぎたね、難しすぎたんでね、これはちょっとね、そうそうそう、うん、はい、まあ記事もね、はい、同時に見て、うん、攻撃パターンで即死がいっぱいあるんで、そう、はい、同時進行してみて、動画よかったら参考にしてみてください。はい、お願いします。はい、はい、はい、でね、まあ参考になったよという人はぜひねこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回もナシカノート白がはいお送りしました。お送りしました。ご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。